皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、その環境を作っているのは誰かということについてお伝えしていきたいと思います。外的環境と内的環境っていうのがあって、外的環境っていうのは例えば、気候とかですね、いろいろと物理的なものっていうのは自分でどうこうしようもないケースが多いですね。だけれども内的な環境、心とか、そういう観点からすると、その環境を作るのは、ご自身であるということになっていくわけですよ。で、例えば分かりやすく、外的な環境、雨が降りましたという事実があったとしますよね。で、その時に雨っていうものに対してあまりこういい印象を持っていない、ネガティブな印象を持っている人は、例えばついてないな、雨が降ったっていうふうに心もこうブルーになったりとか、ため息をついてみたりとか、その事象に対して、残念な気持ちを持ったりとかするんですけれども、例えば雨に対して特にフラットな感情で、残念はもしかしたら残念かもしれないけれども、それを自分の心の中で整理をして、考えることができるのであれば、例えば雨なんだけれども、その雨を、恵みの雨っていう言葉を言ったりとかしますよね。例えば乾燥が続いてた時期だったりすると、雨が降ることによって、浄化されて空気もきれいになるし、土とかそういうところにね、恵みの雨っていうのが入っていくっていう、そういう目線で見ると雨もいいなとかって思ったりもするでしょうし、あと雨音ですね、しと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 っていう、その音も、例えば少し自分がね落ち着くための時間として、その音を一緒に聞いてみようとか、もしもそういうふうに思うのであれば、それは雨っていう事象は変わらなかったとしても、感じ方が変わったり変えることはできるんですね。だから例えばイライラする環境っていう状態を自分が自覚した時に、そのイライラはどこからもたらされてるかっていうのを少し俯瞰した目で見ることによって、案外自分がイライラしてそれを作ったというふうに思うこともできるわけですよね。俯瞰の目です。例えば、対人関係においても、相手は別にどうってことを思ってないのに、自分だけがイライラしてるっていうふうになると、そこはやっぱり感じ方とか考え方を変えることによってそれが解消されてしまうことがあります。ですから、その環境を作ってるのは誰かっていうことを考えた時に、特に内的な要因はご自身が作っているケースが多いです。なので、いろいろな環境は人によって違うんだけれども、その環境においてどう動いてどう活動していくかっていう、そこを決めていくことはできるのは自分なので、内的な環境は自分で操作できるっていうふうに思って、世界を見るとまた違う目線で見えるんじゃないかなっていうふうに思います。それでは。